英検受験料を全額補助します宮城郡喜山町は町内の小中学生を対象に1人当たり年1回英検の検定料を全額補助する事業を始めます文部科学省が昨年度実施した調査では中学3年生で英検3級程度の英語力を持つ子どもの割合は喜山町はおよそ30%でした これは全国平均のおよそ36%、佐賀県平均のおよそ32%をいずれも下回っていますこのことを受け、英検3級程度の英語力を持つ中学3年生の割合を5割以上にすることを目指します